はい、皆さんおはようございます。今ね、12時なんですけど、珍しくオフィスに誰もいない状況だったんで、今日は広々と撮影していこうかなと思って、今そちらで、ね、チュートリアル撮影をしてたんですけど、今回ねタイトルにある通り、結構ね僕質問とかで、普段どのような服着てるんですかとか、まあ、ハイドアウトの、ね、PR ビデオ出したんで、皆さん大体あの着てる服わかると思うんですけど、ハイドアウトのどういった服だったりとか、僕がどういった洋服を好きなのかっていう、ちょっと映像とは全く関係ないものを、今回収録していけたらなと思っております。で、今僕たちのオフィスがこの、まあ、お台場にあって、で結構ハイドアウトっていう服に関しては、まあ、シーズンごとにいろいろと提供していただけてるので、洋服が今ストックとしてかなりある状態なんですよね。なのでハイドアウトの服をね紹介していくとともに、ハイドアウトじゃない僕が好きな服もご紹介できたらなと思っております。今こんだけ服あるんですよね。服があるっていう嫌味ではないです、本当に。結構ね僕オフィスに服をストックしておくことが多くて、なのでせっかくなんでどういった服があるのかっていうね、まあでも基本的に僕がシンプルに好きなものっていうのは大体決まってますね。はい、こんな感じが今ある僕の、まあ、大体の服なんですけど、ちょっとね、こちらは、皆さんがね、最近見たから分かると思うんですけど、ハイドアウト2019の夏服ですね、サマーの服です。で、こちら、まあ後でちょっと詳細一つずつ、まあ、見せていこうと思うんですけど、でね、本来だったらこういった洋服紹介って、まあ、僕がね、着てね着ていい感じになんかこんな感じで音楽に合わせてファーンってやると思うんですけど、ちょっと着るのめんどくさいんで、ちょっときついっす、すいません。はい、こちらもハイドアウト、こんな感じですかね。で、ちょっとハイドアウトだけじゃないんですよ、僕が持ってるってのは。まあ、もちろんね、こちらのアロハシャツとかね、アロハシャツとかは、まあ、ハイドアウトだし、この夏服とかもね本当にいっぱいあって、今回ね結構ハイドアウトの夏服ってなんか攻めたなと思ってて、アロハシャツとあと短パンと結構ね柄がすごいんですよね。で、個人的にすごい好きなんですけど、本当にこういった、まあ、皆さんがねハイドアウトで見たようなああいった服が、夏服ではメインとなっております。まあ、普通にハイドアウトの、まあ、リンクも貼っとくので、ぜひ着てみたいって方は、ね、チェックしていただければと思うんですけど、これが夏服ね、最近みんなが動画で見たやつで、次なんですけど、今僕が着ているこの服はハイドアウト、全部ハイドアウトですね。で、僕が一番好きなの、まあ、インスタグラム見た方は分かると思うんですけど、これみんなのパンツって言って、ここにちゃんとロゴがあるんですよね。まあみんなが着れるパンツって言われるんですね、モデュパンツって言われるものとなります。モデパンツね。で、モデっていうものは韓国語でみんなのという意味でモデパンツになっております。こちらグレーで、僕が履いてるのがグリーンですね。このみんなのパンツ超おしゃれですよ。で、今ねこうやってざっくり紹介してるんですけど、しっかりと全部広げて詳細とかもね一つずつ見せていくのでお待ちください。で、これちょっとなんて言うだろう、僕がこの過去のハイドアウトで結構着てたね、このちょっとぼったりしたような雰囲気の、これもすっげえかっこいいですよ。はい、こういったアウターだったりとかで、僕が超お気に入りなのがこのハイドアウトのセットアップね。今下はないんですけど、このナイロン風の感じ、これはね超イケてます。で、韓国のかっこいいモデルとかもハイドアウト着てるらしくて、なんか感度の高い人ってのはもうハイドアウト結構着てる人いるみたいですね。僕ってあんまり洋服とかにあんまり興味がなくて、このハイドアウトを提供していただくまでは本当に黒スキニーと白 T、 黒 T、 グレー T しか着ないぐらい本当に単色が多かったんですよね。でも本当ハイドアウトっていう、まあ、本当におしゃれなブランドを、まあ、着ることになって、すごいその洋服の幅が広がったというか、こういったスウェットのねセットアップだったりとかで、まあ、ハイドアウトね結構ご紹介したんですけど、ハイドアウトだけじゃなくてインスタントファンクっていうものもありますね。これは東京ファンクオブファンク、裏が、まあ、東京×インスタントファンクって、インスタントファンクも、韓国で、まあ、本当におしゃれなイケてるブランドですね。
で、そうだ、ハイドアウトで言うと西内まりやさんが最近モデルをした、まあ、ブランドでもありますね。で、インスタントファンクは以前東京の銀座で、ね、ポップアップストアが開催されたりとか、インスタントファンクこれだけでまあ1万円だったりとか T シャツでも1万円ぐらいいくのかな。ハイドアウトは価格的にも着やすさ的にもすごくいいんですけど、インスタントファンクはちょっと価格高めで、本当にオシャンティーな洋服となってます。もう一つね、皆さんがびっくりするような服があります。じゃん、アートリストです。アートリストね、皆さん動画見てる方いると思うんですけど、僕アートリストさんと、まあ、日本の PR でちょっとお手伝いさせていただいてて、そのために僕結構チュートリアルとか撮って T シャツ欲しいんだよねって言ったら、じゃあアートリストのやつ送るよって言われて送っていただきました。で、アートリストだけじゃなくてアートグリッドの、ね、T シャツももらったので、チュートリアルでこの T シャツを着てきたら、あ、着てるなと思ってください。はい、で、アートグリッドだったりとか、皆さんこちらご存知ですか？サスピシャス。サスピシャスは、これ結構ストーリーがありまして、僕個人がサスピシャスに連絡したんじゃなくて、あの、ハルキいるじゃないですか、 YouTube で最近コラボしたハルキが、このサスピシャス一緒に回った友達にも着させてよっていう話になって、そっからこの T シャツをくれたんですよね。で、インスタグラムに写真投稿するっていう、まあ、サスピシャスのインスタグラムに僕が載ってるので、ぜひこのサスピシャスね、で、あんまりこの新しいデザイン好きじゃないんですけど、興味ある方はサスピシャスもね、チェックしていただければと思います。で、僕クロスキニーで安定で好きなのがザラですね。ザラのクロスキニーです。なんか僕の足のサイズとか長さとかに、足長くないですけど、足の長さにめっちゃ合ってて、このクロスキニーね、ザラおすすめですよ。で、 T シャツとかもザラ、ザラの白 T、 よく僕が着てるやつ、ザラの白 T と黒 T と、で、あとこちらはトランスインクの T シャツですね。はい、こちらは販売しておりません。トランスが認めた大好きな方にだけ送らせていただいております。はい、認めたっていうのはおかしいけど、はい、こんな感じでハイドアウトの、まあ、みんなのパンツと、またクロスキニーだ、ザラのクロスキニーですね。僕クロスキニーはザラしか履かないんですよね。で、 T シャツは H&M かザラですね。だからハイドアウトをもらう前までは本当にザラと H&M しか行ってなかったです。そのぐらい洋服にはマジで興味がなかったし、ブランド物とか全く興味がないんですよね。で、これ全く興味がないって言ってるやつ、意外と興味ある説あるんですけど、僕本当に興味ないです。カメラしか興味ない。はい、じゃあちょっとよりで紹介していこうと思います。はい、こちら紹介してませんでした、サムコールラ T シャツですね。これ日本でめっちゃなんかイケてるアパレルサイトがあったんで購入しました。で、面白いのが後ろね、こちら見てください、すごいよ本当に。 2000 years later. はい、すいません、 QR コード読み込みませんでした。まあ、この QR コードからサムコールラの SNS アカウントに行くっていうね。で、ロゴもシンプルで、まあ、ちょっとなんかグレーなのか目が隠されてるんですけど、こういった T シャツも僕は購入しました。まあ、あんま服買わないんですけど、こういうのは購入してますね。はい、で、ハイドアウトの T シャツ、僕が着てるシリーズですね。はい、こんな感じ、ボンダイビーチっていう、まあ、世界中のビーチをね取り扱ってる、まあ、クリスマスイズサマーオーストラリアっていう感じなんですけど、なんかこれ世界中の、まあ、これもそうだし、これもナイスビーチですね。で、裏が Have a nice day France みたいな感じで、世界中のビーチをテーマに作られてるんですけど、まあ、海外にねよく行くことがあって、なのでこういったコンセプトはマジで僕的にはドハマりというか、めちゃくちゃ刺さってます。次ですね、こちらじゃん、インスタントファンク、こういった感じになっております。本当にかっこいいですよ。インスタントファンクも概要欄にリンク貼ってきますね。めっちゃイケてるんで、韓国好きのイケてる方はぜひチェックしてください。最近日本に入ってきたばっかです。はい、で、皆さんもご存知の通り、こちらアロハシャツですね。で、なんかこの質感がすごく、なんて言うんだろうな、テカテカしてる系なので、まあ、おしゃれにね、ここにハイドアウトって書いてあるんですけど、すごくテカテカしてるので夏場とか本当に着やすいかな。で、ここにね、ハイドアウトのコンセプトであるカンフォテボルっていう名前ね入っております。このアロハシャツ個人的に超好きだし、あとなんかね、やっぱりこのアロハシャツ着て思ったのが、結構ね、夏場にすごくいいというか、でも着るシーンを選んじゃいますね。都会とかだとちょっと浮いちゃうし、ちょっとネックなポイントはあるかもしれないです。はい、皆さんにお伝えしたこちらセットアップですね。まあ、今の時期着れないんですけど、この質感、ハイドアウトですよ、もちろん超いいですよ。で、まあ、着るのちょっと大変なんですよ、伸びないから。
伸びないから着るの大変なんですけど、まあ、ちょっとこちらにねポケットがしっかりあって中入ったりとか、もう機能性といい超かっこいいです。で次俺が欲しいのはブラックですね。ブラック絶対買おうかなと思ってます。なんでこんなすげえな、めっちゃ PR してるな。 Several bad puns later。 でこちら僕がインスタグラムでも紹介したみんなのパンツ、これですよ。本当にこの質感といい誰でも着れるパンツになっております。だからこれはじいちゃんとかに着せたいですね。はい、俺のじいちゃん。はい、サスピショース、サスピショースですね。裏日本ですね。最近日本のこういった PR を頑張ってるみたいですね。サスピショース、この T シャツいくらするの？まあでも5000円いかないぐらいで、すごく低価格でかっこいいので、こちらも試してくださいね。でさっき説明したザラのスキニーですね。もうザラとか H&M はもうめっちゃおしゃれになってますね。洋服興味なくておしゃれに着れるので、はい、こんな感じになっております。こちら短パンですね。さまざまなカラーリングが施されております。こちらね、次にこちらビーチ、こちらはアイドアウトドリームビーチですね。こういったオシャンティーな T シャツもあります。レイテ、はい、今ね iPhone レンズに変えてちょっと昼食と洗濯物をしに行きたいと思います。ちょうどね洗濯溜まったんで、このオフィスには洗濯機があるということで洗濯して昼飯食って、もうね洋服の話しすぎちゃったんで、もうデイリー Vlog ってことで僕の日常を Vlog チックに配信したいと思います。まあ梅雨時なんでね、どこだったっけな、ちょっと場所若干忘れた系です。ぐる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 回っちゃう、ずっと同じ景色なんで。あ、見っけた、じゃーん。まあこんな感じになってると、でここに洋服を入れて、こちら閉めて400円ですね。あれあれ、あ、そうか、はい、まあ400円入れて洗濯と乾燥をね一斉にやってくれると、はい、いい時間ですね。こんな感じでご飯食べていきたいと思います。うまそう、こっちで食べます。今ねステーキ食ったんですけど、社員証があったんで少し安くなりました。最高です。1200円のステーキが1000円ぐらいかな、最高でした。コーヒー飲みたいと思います。はい、でこのね iPhone レンズなんですけど、ちょっとねこれつけるのが難しくてね、あんまおすすめしない。驚くほど今綺麗に装着したんですけど、あんまこれおすすめしないんで気をつけてくださいね。これここにしてきたわ。モーメントって言われる、誰がいるだろう、じゃん、来た、ヤッホー。モーメントっていう、多分スマートフォンに取り付けて使うやつが一番おすすめです。セーフ。さて今ねご飯食べてきたんですけど、ちょっと撮影モードから仕事モードに変えるので、まあちょっとずっとカメラ回しておこうかなと思います。今日はねこれから2、3件テレビ電話があって、その他編集等ありますね。でさっきコンビニで買ったのコーヒーがね、どんどんね買わずにチョコレートとグミ、最近グミハマってるんですよねっていう感じで仕事していきたいと思います。あ、今14時28分筋トレ始めたいと思います。こういった動画も撮ってみたいんですけど、今ねテレビ電話終了してまた2件目の打ち合わせを電話でやっていきたいと思います。安藤くんが来ました。今こんな感じです。会社のメンバーも増えてきました。はい、今ねちょっとスチールの撮影をしてて、今いい感じに
なんかちょうどあそこにいるね、雄平がね、あそこにいるんですけど、雄平さんがなんか写真をすごい練習してるらしく、ちょうど僕もねサムネとか撮ってほしかったんで、今いい感じに撮ってもらいました。あ、見てください、こちら見づらいかな、動画かな、お前かな、なんかすごいアーティスティックな感じでサムネ撮ってくれたんで、今後もしかしたら YouTube とか Instagram このトップ画になるかもしれないですね。はい、で今時間も、17時48分ですね。結構もう夜遅くなってきました。はい、今のこのオフィスの状況をお伝えしたいと思います。じゃあ、はい、まあね、Vlog エヴァンジェリストの深夜さんがわざわざ遠方から来てくださってて、ベルトかな、こんな感じで、まあ、ゆうへいさんと、まあ、YouTube 系のね、あとニット帽をかぶってるよくわかんない人と、今食ってる系と静止してエグザの人とで、安藤さんは今瞑想中ですと。今ね20時なんですけど、今回、僕が愛用している服をね一番最初朝に紹介したと思うんですけど、ちょっとそれからそのコンテンツからねかなりずれて、まあ、僕の日常というかいつもの仕事スタイルをお見せしたんですけど、またちょっと別軸でコンテンツもそれ作っていけたらなと思うので、今回は一応僕のおすすめする服とデイリー Vlog という形でした。で、これからもちょっとチュートリアル動画のね修正だったりとかいろいろと動画編集もしていくので、そろそろ動画締めたいと思います。はい、まあ、今日はなかなかそれなりに人がいるんですけど、朝いなかったからね、こんな感じでビーン。はい、映ってるかな。はい、じゃあそんな感じで今日の Vlog 終了したいと思います。ありがとうございました。